日焼け止めの検証が詐欺って言われました。体にガムテープを貼って太陽光を浴びて日焼けの検証をする。それで本当に日焼け止めの良し悪しが検証できると思ってるの？っていうことだったんだけど、詐欺って言われるのだけは心外なので動画を撮りました。大前提、あくまでこの検証は一般の人がやってる実験レベルなのと、日焼けした後の数値を測って比べたりすることはできてない。そこは知ってもらった上で、僕の日焼け止めの検証の動画は参考にしてほしい。で、背中の検証が全く意味がないっていう意見なんだけど、正直ね、そんなことはないと思って。実際にメーカーさんが実施する検査方法は ISO っていう国際標準化機構って言われてる団体により、国際的に統一された試験方法に基づいて行われていて、その試験方法が実際に背中を使った実験になってる。さらにヨーロッパやアメリカでも同じような試験方法で数値を測っていて、地域によっても試験の精度にかなり差があるそう。だから同じ SPF50+PA4+ でも製品によって差があるし、焼け方も差がついてくる。これが分かると数字を見ても本当に焼けないのか焼けるのか、実際に試してみないと本当のことは分からないってことになる。ただ背中が平らじゃないから焼け方がまばらになるっていう意見もめちゃくちゃわかるので、今年の検証はそこも気にしてやってみました。ということで、背中を使った日焼け止めの検証は全く意味がないなんてことはないし、詐欺をしてるつもりはない。少しでもみんなの日焼け止め選びの参考になれば嬉しいなっていう思いで人体実験してる。今月は日傘や UV カットの服を使った検証をする予定なので待っててね。じゃね。